2023年10月2日からスタートした NHK 連続テレビ小説ブギュウギにて素性不明ながらも存在感抜群のアホのおっちゃん役を演じる俳優岡部隆さんテレビドラマで脚光を浴びるようになったのはこの数年ですが俳優デビューまで遡ると実は遅咲きの人気俳優で 離婚歴があったり、お子さんも俳優をやっていることが分かっています。今回は岡部隆さんの経歴、家族構成やお子さんのことなどについて紹介します。岡部隆さんは1972年6月22日生まれで和歌山県の出身です。幼い頃から 目立つのは割と好きだったようで、小学生になるとジャッキー・チェンのモノマネに夢中になり、中学時代にはビーバップハイスクールの影響を受け、不良ファッションをたしなみながら青春を謳歌しました。高校は和歌山工業高校を卒業しています。特に目標などがあったわけではなく、 友人と同じ学校を選んだだけのようです。高校を出た岡部さんは学歴を生かし建設会社に入社しますが、一年ほどで退職。その後はアルバイト暮らしが続きましたが、24歳の時に上京します。理由は物足りなさと都会への憧れですが、この頃から 役者になりたいというビジョンがぼんやりとあったようです。東京へ移った岡部さんは、江本明さん率いる劇団東京乾電池のオーディションを受け、研究生として所属することになりました。オーディションではまさかの歌を披露しており、江本さんの前で尾崎豊さんの I love you を歌ったそうです。 同劇団には3年ほど在籍し、以降は舞台をメインに俳優業を続けました。30代頃からテレビドラマに出演するようになりますが、ビビたるもので、40歳までアルバイトをしながら生計を立てています。とはいえ、大きな向上心があったわけでもない岡部さんは、売れなくても仕方がない。 と、大物俳優への道は、半ば諦めていたようです。25年以上にわたって、俳優業を続けている岡部隆さん。広くその名前を知られるようになったのは、2022年10月から放送された、長沢まさみさん主演のドラマ、エルピス、希望あるいは災いに出演したのがきっかけのようです。 監督からは、岡部さん、これを逃したら一生売れない俳優のままだよ、と強い後押しがあったと言います。彼が演じたのは、チーフプロデューサー、村井京一役。冒頭は意地の悪い上司として、主人公とたびたび対立しますが、徐々に若い頃の情熱を取り戻す、 人間味あふれたキャラクターとして注目を集めました。以降はリバーサルオーケストラ、はやぶさ消防団など数々のテレビドラマに出演しています。家族構成は妻と息子、そして岡部さんの3人家族です。岡部さんは25歳の時に結婚していますが、一度の離婚歴があります。 お相手は彼にとって心の支えで、共に上京してくれたほど献身的な女性で、職業は美容師であることまでわかっています。3年後、第一子が生まれますが、岡部さんは不倫をしてしまい、お子さんが6歳の時に離婚となってしまいました。お子さんは母親の方についていったようですが、 中学生になると、別れた両親の交流が再び始まります。2011年3月の東日本大震災以降、こまめに連絡を取るようになり、再婚という流れになったようです。ちなみに、再婚したとは言っても、母親が美容師として勤務していたので、両親の住まいは別々だったとのこと。 お子さんは当時、息子の自分をほったらかしにして、仲を深める両親に腹を立てていたと言います。そのお子さんというのが、後に俳優になる岡部博己さんです。博己さん、中学時代は素行の悪さがかなり目立っていたようですが、父の隆さんは、そんな息子の様子を見て、面白いから、 別にグレてもいいんじゃないと声をかけたそうです。世間から見ると、ちょっと変わった父親と言えるのかもしれません。弘樹さんが俳優を目指す転機となったのは、高校3年生を迎えるタイミングでした。父、たかしさんがステージの上で演技している姿を目の当たりにして、 父と同じ道に進む決意を固めたのだとか、普段とは異なる人格を演じる俳優の奥深さと、様々なスタッフの力があって作品が成り立つということを身をもって知ったのです。この時も、高志さんからは、面白いと感じたのなら別にいいんじゃないと言われたようです。2019年に、 舞台、レッツゴーギャングで俳優デビューした岡部裕樹さん。翌年、2020年には、ドラマ、共演 NG で、テレビドラマ初出演も果たし、同年は、舞台、石橋系の私に触らないで、にて、高しさんと念願の親子共演を果たしています。なお、所属事務所に関しては、 親の七光と周囲に思われたくないと、あえて父親と別の事務所に在籍しています。演技についてのレクチャーは、高橋さんから教わるそうですが、父親としてではなく、あくまで先輩俳優として相談に乗ってもらっているとのことです。岡部高さんの最近の活躍ぶりは目を見張るものがあります。 2023年夏は、テレビ朝日のドラマ、はやぶさ消防団でも主要人物を演じました。彼が扮する徳田翔吾は、五福店の二代目で、動画配信もこなすユニークなキャラクターでした。五福店勤めならではのジンベイをファッションに取り入れており、頭にはパーマを施し、おしゃれにも力を入れて、 流行を追いかける正午でしたが、第7話である理由から離脱という展開に。正午役を演じるにあたり、役作りはほとんどしませんでしたと語る岡部さん。台本に目を通しつつ、自分なりに正午のイメージを持ってはいましたが、基本は現場関係者の指示に従って演技をしたと言い,います。 ちなみに役作りのためとはいえ、自分のパーマヘアーは少々気恥ずかしいそうです。テーマが消防団ということで、訓練シーンの収録が印象深いともコメントしています。乗車やホースの接続など、決まった手順で動かなければならず苦労したと言います。特に第2話、消防双方大会では、 本物の消防団が演技指導に携わっており、岡部さんは普段関わることのない職種の人が相手と会って少しドキドキしましたが、いい思い出ができましたと振り返っています。消防団の人たちは実際に言葉を交わすと優しい人柄で、私たちも久々にやると忘れる動作はありますよと、 不慣れな役者人を励ましてくれたそうです。岡部さんは消防団のメンバーから現場で体験した出来事なども聞き、貴重な経験ができたと語りました。なお、主演の中村智也さんに対しては、すべてにおいて尊敬していると答えています。岡部さんからは年下になる中村さんですが、賢さや、 ジョークを忘れないち目っ気さに溢れているのだとか。はやぶさ消防団は中村さん演じる主人公がスランプを抱えながら田舎町にやってきますが、もし岡部さんが悩み事を抱えてしまった時はどうするのでしょうか。岡部さんは積極的に周囲に相談するタイプで、 誰にも話さず解決するのはかっこいいかもしれないけど、やっぱり吐き出した方が気楽です、とのこと。悩みの解決法はすでに自分で分かってはいるんだけど、周りに確認して納得したいという思いもある、と明かしました。現在、ブギウギでも存在感あるキャラクターを演じる岡部隆さん。遅咲きながらも、 期待の俳優として今後も見守っていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。